去年の首位打者、はい、それが今年のこのホームランというバッティングでも、ね、余裕があったんですね。なるほどね、軽くなんかこう、ね、流してるって感じでね。ね、自分で気をつけてるっていうのは、バッターボックスだったら、さっき強く振るっていうね、ことは聞いたんだけど、はい、それ以外なんか気をつけてることある？普段の、打席立つまで練習も含めて。そうですね、やっぱり下からバットが入らないようにって言いますか、うんうん、上からボールを叩く感じで、はい、まあ、ボールに角度がつけば当然いい打球も出ますから、はいはいはい、上から潰すっていうか、まあ、上からバチッと当てるようなことだけは考えてるんですけど、うんうん、そういう意味では去年よりも自分で球が飛ぶんで楽しいんじゃない？そうですね、飛ぶっていうか、いい角度でボールが上がるっていうんですか、そういうの多いんで、いつもだったら、まあ、レフト前なりセンター前になってたら、まあ、その上の方にいい角度で上がるんで、ね、はい、でもいい打球が飛んでるんで、うん、驚いてます、本当に。そういった意味ですごく自分でね、自信持って、今年どれぐらい打てると思う？思うんですか、うん、いや、大きなこと言った方がいいよ。そうですか。10本が目標だったので、うん、1本でも多く、そう、ね、でもね、やっぱりね、やっぱ僕はね、望んだ方がいいと思う、はい、望むとね、自分にも自分自身もプレッシャーかけられるからね、はい、だからね、やっぱり30本からね、それ以上打つぐらいのつもりで頑張って、はい、そういうつもりで頑張ります、はい、どうもありがとう、はい、どうもありがとう。